はい、こんにちは、ダムスです。日本一周47都道府県制覇の旅と、今日が9日目です。今僕は、福井から出発して、石川、富山、長野、群馬と来て、今新潟にいます。昨日はね、佐渡島に行って佐渡金山を見てきました。まあ、世界遺産を目指してるみたいなんですけど、頑張ってほしいなと思います。はい、で今日はね、もう新潟を後にして、ついに東北山形県に入ろうと思います。米沢、山形市の手前の米沢に行きたいなと思います。まあ、こっから今日はだいたい130キロの道のりです。で、夕方になんか今日雨が降るらしいんで、その雨が降るまでにできれば着きたい。で、今日ちょっと寝坊してしまったんで、急いで行きたいと思います。それでは。一度多分通ってるんですよね。宮城から福井に帰る600キロの動画があるんですけど、それで一回通ったんですよ、米沢から新潟の道。確かね、結構過酷やった気がする。確かなんか結構トンネルが多くて、トンネル怖いと思ってた記憶がある。多分そこを通るはずねんって。ちょっと憂鬱になってきたな。雨降らんときはいいけどな。よっしゃ、頑張ろう。はい、今日もいい感じに山に入ってきました。はい、高まってね。はい、こっからまた山を越えて県を越えます。ちょっとまた都会とはお別れですね。よっしゃ、気合入れていきましょう。もう本当雨が降らないのを祈ります。風が今日は強いわ、向かい風。まあ休みね、行こうと思います。よっしゃ、行こう。はい、今僕は山形県の米沢市に来ています。動画的には多分ね、新潟からワープしてると思うんですけど、新潟からこの米沢までの動画を僕張り切って撮ったんですよ。そしたらそれは僕の手違いで全部消えてしまいまして、やってしまった。はい、ということで今日はこの米沢から山形市に向かいたいと思います。でね、今台風が来てるらしくて、今日雨降るらしいんで、今日は山形のホテルに宿泊しようと思います。まあ山形で何しようかまだ決めてないんですけど、とりあえず行きたいと思います。それでは。ちょっと今からスタンプを。はい、ありがとうございます。スタンプ、山形スタンプもらいました。